なの地図だよ。今日のどこ行くはスペシャルワクワクをお届け。実はこれから俺たち3人である人の自宅に突撃しちゃいます。本人には知らされていないが、あいつは勘がいいからな。気づかれる前に突撃しよう。お邪魔します。来ちゃった。は？突然お前ら何？え、ちょっと待って、なんでカメラ持って？これドッキリか。なんだよ、すっげー大事な連絡があるから自宅待機してろって言われて。あー、そっか、そういうことか。純也悪いな。全然悪いと思ってない言い方だな。ねえねえ、今日のご飯何？急に来て飯って、お前な。そうだよ、今日はね、純くんの秘密を暴くミッション。俺に秘密なんてねえから。探しても何も出ねえぞ。大体誰だよ、こんなこと企画したの。僕だよ。だろうな、そうだと思った。俺は一応止めたぞ。純也にも知られたくないことの一つや二つはあるだろうと。純也くんの秘密って何かな。俺たちも知らない何かがこの部屋に。だからなんで秘密がある前提なんだよ。ないのか。いや、俺さっきから何回も言ってるよ、秘密なんかねえぞって。びっくりするとこじゃねえだろ。おかしいなぁ、純くんには秘密があるんだよって聞いたんだけどなぁ。待て、誰から聞いたんだよ。ねえ純くん、せっかく来たんだからお部屋見せて。お前人の質問スルーしやがって。つってもな、このままずっと玄関で話してるのもな。はぁ、どうぞ。帽子とアクセサリーがいっぱいだね。これフローテラスの新作じゃない？そうそう、この前の撮影で気に入って買い取らせてもらったんだ。さすが純くん、おしゃれさんだね。そんな純くんにはおしゃれ大事衣装をあげるね。ん？これは。悪く思うなよ、純也。お前の秘密を暴いてしまったのは偶然だったんだ。まさかこんな本が棚の裏に隠されていたとは。劇的。この方法で10センチアップ。背が伸びる超速攻トレーニング。いい声でタイトルを読み上げるな！純也くん、なんかごめん。謝るなよ、余計に恥ずかしいだろ。本当に伸びるのか気になってこっそり読んでみたんだよ。純くん、この本読んだの？身長ニョキニョキニョッキー？読んだけど伸びなかった。見ての通り。あー、もう何これ、レッスンと同じくらい汗かいた。あれ、そういえば樹は？樹は自分の家にいるよ。これから樹の家にも突撃するんだ。かわいそうに。あいつ素直だから言われた通り家で連絡待ってんだろうな。そんな純粋な樹を騙してんだからな。お前らもっと罪悪感持てよ。ここからは純也も合流して樹の家に向かう予定だったんだが、お前は行かないということか。いや、行くでしょ、当然。それはそれ、これはこれ。